伊佐ブロ及び新兵は、九州旅客鉄道が、熊本駅、人吉駅、吉松駅間を、鹿児島本線、被殺線経由で運行する、臨時特別急行列車、普通列車である。両列車を総称して、伊佐ブロを新兵と表記されることが多く、使用車両の愛称としては、この表記が採用されている。伊佐ブロ新兵は、 1996年3月16日に、当時人吉駅吉松駅間に4往復運行されていた普通列車のうち、1往復について、専用車両を用いて、固有の列車名を付ける形で運行を開始した。下りは、伊三郎、上りは、新兵と別々の列車名で運行されている。この区間は、日本三大車窓の一つに数えられる矢竹御用。 はじめとして、車窓の良さに定評があり、名所では一時停車したり、助行運転を行うなど、当初から観光列車としての性格が強い列車であった。2004年に、九州新幹線鹿児島ルートが部分開業すると、新たに専用車両を投入したこともあって人気が高まり、当初は1往復、1両編成での運行だったのが、現在では2往復、2両。 または産両編成での運行となっている。2016年3月26日のダイヤ改正では一往復が熊本駅発着に延長され、2017年3月4日のダイヤ改正では熊本駅人吉駅間が特急列車に格上げされた。愛称の由来は伊三郎が人吉駅吉松駅間が建設された当時の停心大臣であった。 山形伊三郎、新兵が、同区間開業当時の鉄道院総裁であった、後藤新兵で、矢竹第一トンネルの矢竹方入口に、山形の、点検若カビス、吉松方に、後藤の、印住地円の変額が残ることにちなむものである。それぞれ、記号車の名を冠する列車が記号した変額に向かって、走る形となる。熊本駅吉松駅間一往復。 人吉駅吉松駅間1往復の計2往復が運行され、下りが伊三郎、上りが新兵の列車名となる。種別は1.4号の熊本駅人吉駅間が特急列車、その他は普通列車で、熊本駅人吉駅間では、川瀬宮瀬美3往復と合わせて4往復の特急列車が設定されている。伊三郎、新兵、川瀬宮瀬美とも、 D&S 列車に位置付けられているが、熊本駅人吉駅間では2016年3月25日まで運行されていた特急、九州横断特急、熊川の後継としての役割も担う。なお、2016年3月26日から2017年3月3日までは、熊本駅人吉駅間の種別上は普通列車であったが、 快速運転を行うためこの区間の駅では、快速列車と案内されていた。それ以前は、熊本八代間は上下とも、客扱いなしの回送列車として運転され、八代、人吉間では送り込み、返却を兼ねて、日殺線の定期普通列車として一、往復運行されていた。吉松駅では特急、早との風との接続が考慮されたダイヤを組んでいる。 人吉駅発着の一往復は、人吉駅で、川瀬宮山瀬せ3.4号と接続している。当初は一両編成であったが、2004年10月9日から、数年二両編成となり、同時に、車内販売も開始された。運行開始当初から、ワンマン運転を行っているが、車内販売が開始されてからは、客室乗務員が、車内改札を行っている。 週末などに3両に増結される場合は、車掌が乗務する。観光列車の性質から、正木駅や竹駅間の日本三大車窓付近では、徐行、停車を行った後に観光案内を行うほか、途中駅では、観光目的のための長時間停車を行う。なお、令和2年7月の豪雨災害で8台、吉松間が普通となった際には土曜、休日、夏、 冬休み期間中に、文字港を博多間で、伊三郎91号、新平92号を特別運行している。熊本駅から新八代駅、八代駅、坂本駅、一承知駅、渡り駅、人吉駅、大畑駅、畑駅、正木駅、吉松駅、大畑駅、畑駅、正木駅ではいずれも数分間の停車時間があり、駅の施設を見学したり、 ボランティアがいたり売店が営業している場合は、地元の特産品などを購入することが可能である。また駅間の長めの良いところで停車し、客室乗務員による案内が行われる。熊本車両センターに所属しているキ、キハ142,125キハ47,9082キハ47,8159の3両が、専用車両として用いられる。 普通列車用の車両を、イサブロを、新兵使用に改造したもので、キハ百四十二千百二十五は、両運転台、キハ四十七九千八十二、キハ四十七八千百五十九は、片運転台である。外反は古代漆色に塗装され、内装は、何年も木材を使用した、固定式、クロスシート中心で、後述の自由席区画のみ、ロングシートとし、 各車両の中央部には共用スペースとして展望スペースを設置してい小型のベンチが壁面に設置されている。ただし、キハ142,125のミハヤとの風同様に窓ガラスを拡大化され、キハ47,9082、キハ47,8159は二段窓のままとなっている。また、 車端部壁面に運転台展望のモニターも設置されており、車窓解説の VTR の放映も可能である。運行開始当初は畳敷に改造した、キハ31系機動車の一両編成で運行されていた。2004年3月13日に車両が変更された際、当初はキハ142,125の一両のみが専用車両であったが、 週末などに一般型車両を増結して二両編成で運行することが状態化していたため、キハ47-9082を追加改造の上で、同年10月9日より通年二両運行となった。2009年には、さらにキハ47-8159もイサブロウ、新兵使用に改造され、週末などに三両での運行を行っている。 全車とも普通車で、二号車に七席自由席が設けられている以外は全席とも座席指定席である。ため、JR 九州の公式サイトには、事前に指定券を購入することをお勧めしますと記載されている。なお、キハ142125は、川瀬宮正美の予備車としても使用される。このため、川瀬宮正美の柄に準じた、天井化粧板と、 座席もケット交換が施されている。なお、キハ142,125、キハ47,9082、キハ47,8159の専用車両が2両同時に、検査に出ている場合は、キハ147もしくはキハ47の一般車を、連結もしくは、増結して運転される。ありがとうございます。